仮の内前作南蛮屏部神戸市立博物館。17世紀前半の長崎におけるポルトガルの名を。黒色で塗られているため黒船と呼ばれた黒船は、大型の西洋式紅葉船のことで、語としては江戸時代の前から近世の日本で用いられた。日本とポルトガルの最初の接触は1543年とされている。1557年に、 ポルトガルがマカオの使用権を獲得すると、マカオを拠点として、日本、中国、ポルトガルの三国の商品が取引されるようになった。この際に使用されたのが、キャラクク戦と呼ばれる、遠洋航海を前提に開発された大型の小舟である。全長は30メートルから60メートル、全長と全幅の比は3、1と、ずんぐりしている。 排水量は200トンから大きなものは1200から1600トンと、サイズには個体差が大きい。これらのキャラック船は防水のために、ピッチで船体を黒色に塗っていたため、黒船と呼ばれた。1587年に、豊臣秀吉が発布したバテレン追放令では、黒船の来航を認める内容が書かれており、1603年に編纂された日辞書にも、キュロフィンとして、 インドから来るなおのようなピッチ塗りの船と記載されている。キャラックが発展したガレオン船や、鎖国中に、長崎に来航した、オランダ東インド会社のスヒップ船、ヤハト船、フルート船もすべて、黒船と呼ばれた。なお、江戸初期には日本でも、ウィリアム・アダムスによるサンブエナ・ベントゥーラ号や、慶長圏王施設団のサンファン、バウティスタ号といった、西洋式の外洋船が建造されている。 幕末に裏返来航したペリーの艦隊の軍艦も黒船と呼ばれた。日本に蒸気船が来航したのはこの時が初めてであったため、しばしば黒船イコール蒸気船というイメージがあるが、常日の通りそれ以前から来航している西洋帆船は総じて黒船と呼ばれていた。また、ペリーの黒船のうち蒸気船は半数程度であり、二度とも残りのは純粋な帆船である。 またこの当時の蒸気船は蒸気機関を使った高校は港湾内のみで行うものであり、概要では搬送を用いる。艦隊も鉄製というイメージがあるが、実際は全木製である。大相撲力士の小西木プロ野球選手のボブホーナー、グラビアアイドルのリアディゾン、演歌歌手のジェロのように日本国外、特にアメリカから来日して、 日本でブームを巻き起こした人物や日本市場に参入する外国資本の企業、コカ・コーラ、iPhone のような海外からの新たな商品なども安定していた業界を席巻し、また業界の秩序自体にも不可逆の変化をもたらし、時には日本側の強い抵抗を引き起こすことなどから、それぞれの業界の黒船と呼ばれることがある。また日本市場への投入発表が黒船来航と、 報道されることもある。黒船とは、1958年製作の、ジョン・ヒューストン監督映画の放題。幕末の日米交渉を描いた。主演ジョン・ウェイン。日本の京都や奈良で、ロケが行われた。神奈川県では、黒船来港にちなんだ商品が事業者によって、開発、販売されている。ありがとうございます。